皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド実況プレイのパート24をやっていきたいと思います。前回はですね、北の方にある、大森林、ハイラル大森林というところのコログの森にいてですね、伝説の剣大魔の剣マスターソードを入手することができました。はい、こちらですね。こちらの剣はですね、一応攻撃力30の片手剣ということで、非常にね、使いやすい性能を誇る剣なんですけども、まあね、伝説の剣といっても使い続けていれば、いずれは、使えなくなってしまうみたいなんですが、実際に撮影でちょっと遊んでた時にですね、こういうね、投げるモーションが、投げるんじゃなくて、ビームを放つっていうモーションになるんですが、まあ、これをやったらね、遊んだらね、剣が壊れちゃったんですけども、まあ、10分ぐらいしたら、また復活してね、使えるなるので、この剣はなくなることはないみたいですね。あれ、非常にいい。で、撮影会でね、ちょっと馬を、探すイベントがあったんで、この白馬、デルタ姫も乗ってた白馬を、ね、見つけまして、乗っています。こいついいですね。スピードはまあ、そこそこで、まあ、丈夫さも、体力もね、あるんで、いいなと思って乗っています。その他にですね、どこだっけかな、ちょっと、どこだかも覚えてないんですけど、これ、カイザーペルソナって名前つけたんですけども、なんと巨大馬です。というかね、でっかい馬なんで、走ることはできないんですけども、まあ、丈夫そうだし、でかいからね、そもそもでかいからね、なんか動きは結構速そうだ感じがしました。はい。このカイザーペルソナ。もう黒い馬にはとことんペルって名前つけるっていうね。もう映ってるもん、でけえよ。はい。でかっ。写真にはまんないもん。この威風堂々とした姿いいっすね。はい。まあ、なんかね、アミーボがあれば、エポナも入手することができるんですけども、まあ、自分ね、アミーボ持ってないからね、ウルフリングぐらいしか。まあそこまでいるかちょっとわかりませんけども。まあ、移動の時はまあ気分で、カイザーペルソナ使うなり、あの白馬、シークって名前つけたんですけどね、そのシークに乗って移動してみたりしてみたいと思います。さあ、で、今回はですね、いよいよ、ゾーラの里の方に向かいまして、イベントを進めていきたいと思います。どんなイベントが待っているのか。やっとね、まともにストーリー進めれるってね、パート24まで来て。23何やってたのってね。まあ大体ね、この世界遊んでましたね。あっちこっち見て回って記憶探して。あ、まあ記憶探すのも一応ストーリー、じゃストーリーか。なんか、チラッと聞いたんですけど、その、アルバム探しの集め具合っていうか、全部集めてからと、それまでとで、なんか、エンディングが変わるらしいですね。そうだ。これはね、なんか、ガーディアンに対して有効な武器みたいだから、使うとき考えて、ちょっと違う武器をね、使っておこうと思います。これ撮影しといてかな。撮影しますね。あ、で、前回もちらっと見てたと思うんですけども、これ、ゾーラの兜っていうのを拾いました。これを装備していこうと思います。いいね。どっかで、なんか、ハイリアの盾も手に入るらしいですけどもね。
あっちは普通に壊れて、で、また入手するってなると、大金が必要みたいなんで、まあ、最終決戦前にはね、取れたらなと思います。ゾロでかくね？誰だ君は。ここはゾーラキングのおわす玉座の間。勝手に入ってはダメ。ひょっとして君はハイリア人か。ゾーラの王子シド。それなら話は別だ。ちょっとこっちに来てくれ。お、なんだい？そなたはハイリア人ではないか。だからそう言ってんだろって。わしはゾーラ族の王ドレファンであるぞよ。よくぞここまで来てくださった。ん？そなたの腰のもの、それはシーカーストーン。ん？よく見たらそなた、ハイリア人の英傑リンクではないか。わしを覚えておらんかの。ハイリア人の英傑リンクが今ここに。まさしく驚くべき出来事つよ。それにしても懐かしい。ほれ、かつて幾度も会ったであろう。命運が尽きたと聞いていたが、生きておったぞよの。長すぎる眠りに。なんと、どれだけ長き眠りに、わしのことを覚えてらん様子のはそのせいか。我が娘ミファーのことは覚えてるぞよ。ミファー？あ、あの英傑の。女の子かな。まさかミファーのことも忘れてしまったと。あんなにそなたと仲の良かったミファーを覚えておらんぞよか。この里の風景、ミファーの像を見ても何も思い出さんぞよ。何かのきっかけで思い出すこともあるかもしれんぞよ。できれば父上、ここで姉上のことは。リンクも混乱していますぞ。おう、そうよな。リンク、そなたも大変であろうが、わしの話を聞いてほしい。実は今、この里は水の神獣、バ・ルッタのせいで、存亡の危機に見舞われておるぞよ。単刀直入に言うと、わしらだけではどうにもならんぞよ。そなたの力、貸してはくれまいか。な、お待ちくだされ、ドレファン王。アイリア人に助けを求めるなど、ゾーラのヒレが折れるというもの。何、こいつら名前よりもヒレが大事なの？ムズリ、ゾーラのヒレ折れなどと大げさなことを。言葉を慎め、ムズリ。このタイミングで里を訪れたハイリア人、俺は運命的なものを彼に感じる。彼なら俺たちに力を貸し、この里を救ってくれるに違いないぞよ。強は言ってないな。そうぞよ、インクは紛れもなき英傑。今はこの里が、いや、ハイラル全土が水に飲まれるかもしれぬ危機的状況。ここはゾーラもハイリア人もない、謙虚にヒレを畳む時ぞよ。ドレハン王は、もうお忘れになられたぞら。ハイリア人どもは信用できませぬ。100年前、古代文明の力など持ち出して、ハイラルをこんなにしてしまったのですぞ。しかも、ミファー様まで帰らぬ人となってしまった。リンク、ルッタは水の神獣、無限に水を生み出す力を持っておるぞよ。最近突然水を吹き上げ出したせいで、この辺りは激しい雨が続いている。もともと我らゾーラにとって水は空気も同然。それだけなら困ることもなかったぞよが、東にある貯水湖が溢れそうなのだ。もし貯水湖が決壊してしまったら、この里はもちろん、川下に住む者たちにも甚大な被害が出るぞよ。お？ゾウの鳴き声。また神獣が吠えておるぞよ。
ああ、やっぱり他のムービーでもこういう風に真珠見ましたけど、やはり真珠っていうのは超大型のガーディアンなんですね。ガノンドルフの力が影響をしたっていうのもまあ分からないでもないかもしれないな。水の真珠はルッタ、そなたらの姫ゼルダ殿は薬剤が現れる前に真珠についてもよく研究されておったぞよ。ゼルダ殿の書かれた書物によれば、ルッタの型に見える装置、あれが電気によって水を制御するからくりらしいぞよ。だが今は暴走して電気が流れておらんぞよ。事実、セコンジーがルッタの型に電気の矢を当てた時は確かに水は弱まった。だが俺たちは水星の一族、セコンジーとて電気の矢を扱うには限界が。結局ゾーラに扱える電気では足りなかったのか、ルッタの水の勢いは戻ってしまった。だからそれならばと俺が助けになってくれるハイリア人探しに出たというわけだぞ。もう言わなくてもわかると思うが、リンク、電気の矢でカラクリを起動させてくれ。もちろん俺がサポートする。一緒にルッタを止めてくれないか。実は。何？お主、ゼルダ殿の導きで真珠の中に入り沈めようと思ってたのか。ゼルダ殿は生きておられるのかぞよ、ハイラル城で。なんとそうであったか。100年前はあのような結果になってしまったが、真珠の中に入りこちらの手に取り戻せばガノンを封印する手助けになるやもしれんぞよ。リンクにもそんな目的があったのだな。よし、俺も協力するぞ。一時かっこつけんなこいつ。暴走が止まれば乗り込むこともできる。リンク、一緒にルッタを沈めよう。わかった。リンク、ありがとうぞよ。我らの目的がほぼ同じとは、これも運命なのかもしれぬな。善は急げと言うぞよ。そなたにこれを受け取ってほしいぞよ。お、ゾーラの鎧。代々ゾーラ族の王女が将来婿になる男にぴったりのサイズで思いを込めて作る鎧。なんと滝を遡ることができるようになる。おお、え、ゾーラ族の王女ってことは何？ミファが作ったの？それを着ていればハイリア人でも我らゾーラのように滝登りができるぞよ。すげえ、どうか大切にな。ドレファン王、ゾーラの鎧を渡すのですか？それは代々ゾーラ族の王女が将来婿になる男に渡す誓いの鎧。ミファー様が自らの手で作られた大切なものですぞ。それを英傑であったとはいえ、何の関係もないこの男に渡すなぞ、なんたること。あんまりです。わしは納得いきませんぞ。ムズリメ、あれは我が娘ミファーの教育係だったぞよ。わしら肉親と同様にミファーのことを心底大切に思ってくれておるのだ。大厄災でミファーを失った時、アイリア人嫌いが決定的になってしまったぞよ。ムズリの失礼を許してやってほしいぞよ。そういえば、ルッタを沈めるのに必要となる電気の矢をムズリに探しておくよう命じておいたが、結構持ってるよ。出て行ってしまったぞよ。リンク、ムズリは俺が説得するからちょっと待っててくれ。シド、あの話をするつもりぞよな。リンク、ムズリはおそらく下の広場にいるぞろ。そなたも行ってやってくれぬか。説得にはそなたが必要ぞよ。シドがゾーラの里に来てくれるハイリア人を探しておったが、まさかそなたから訪れてくれるとは。まるで何かが導いてくれたよぞよ。なるほど、ゾーラの里に取り付け、これまずクリアのか。まあいっか、じゃ早速来てみよう。結構デザインいいね。じゃあ、お話し進める前にちょっとこのポグ強化しよう。素材足りてっかな。なんかハイラルバスとかも使うんだよね。まあハイラルバスだったらもしかしたらどっかに売ってるかもしれないな。まあ最初のとこに戻ればね、いくらでも捕まえられますけど。
ゾーラの防具の下半身でどこにあるんだろう。さあ、防具を強化して戻ってまいりました。では話を進めていきましょう。ムズリ聞いてくれ。こんなとこまで来たぞらか。お前に用はない。ムズリよ、聞いてくれ。お前に黙っていたことがある。本人を前にして言うのもなんだが、リンクこそミファー姉さんの思い人だった人、思い人だったのだと。ミファーってリンクのこと好きだったんだ。俺はその頃まだ小さかったからわからなかったのだが、父上からは何度も姉上がリンクのことを思っていたという話を聞かされてきた。なな。そんな作り話を簡単に信じるムズリではございませんぞ。ミファー様がこのようなハイリア人を思うわけがございませぬ。現にこやつは何も覚えておらんのですぞ。このミファー様の像を見ても何も。本当だ、ムズリ。お前は知らんだろうが。思い出すか。してると出会った頃のことを思い出すね。あなたはまだ子供で無茶してすぐに怪我をして、
その度私はこうしてあなたを直してた。ハイリア人のあなたは気がついたら私よりも大人になっちゃってたけど、私あなたの傷を治してあげられるの嬉しかった。復活するかもっていう厄災ガノンはどんな相手なのか、どういう戦いになるのか、詳しいことはまだわからない。でもどんなに過酷な戦いになったとしても、みんながあなたが傷ついてしまった時は私が治す。何度でもどんな怪我でも私はあなたを守りたいから。厄災ガノンとの戦いが終わったら、そうしたら子供の頃みたいにまたここへ遊びに来てくれる？とっても心優しい子っていう感じですね。どうしたリンク、大丈夫か？生まれたての稚魚みたいにフラフラと。どうしたゾラ、ミファを思い出した？バカにするなハイリア人、そんな都合よく思い出したりするわけないゾラ。まあ確かにね、とにかくこのムズリ、確たる証拠がなければ断じて信じなぞ。証拠があるというなら見せてみるゾラ。証明できれば電気の絵を集める方法でも何でも教えてやるぞら。お前はまだ気がつかないのか。リンクが着ているものをよく見てみろ。ん？服を変えてこようとわしはお前のことなぞ。な、それはさっきのゾーラの鎧。ニファー様ご自身が根津から作られたもの。なんと、サイズがぴったりだぞら。これはどういうことぞら。これで分かっただろう。姉上の思い人が誰だったのか、誰のためにこの鎧を作ったのか、この鎧がリンクにぴったりなのか、何よりの証拠だぞ。昔からハイリア人嫌いだったお前には言うなとミファー姉さんが口止めしていたそうだぞ。さあ協力する役立ったぞ。無理ムズリ、電気の矢はどうやったらたくさん手に入る？いっぱい持ってる。お前のことだ、もう調べてあるのだろう。ミファー様はこのもののために鎧を作っておられたとは。どっかの店で売ってました。アイリア人の助けを借りるのは嫌ぞらが、仕方ありませぬ。わしもゾーラの男、一度吐いたアバには責任を持ちますぞら。電気の矢がたんまりと手に入る場所、教えましょうぞ。あそこに見える雷獣山、そしてその先端の試しの岬、その雷獣山には恐ろしい奴が住み着いているぞら。わしらゾーラが食らえばひとたまりもない電気の矢を次々と放ってくる恐ろしい魔物。そうか、獣人ライネルか。え、倒したことあるよ、結構何度も。あいつは電気の矢を使う魔物、奴から電気の矢を奪うということだな。凶暴だがリンクならなんとかなるだろう。真珠を沈めるには電気の矢が、そうそな、20本以上は必要ぞら。お前に集めることができるぞらか。おう、ん、さすがだなリンク、電気の矢をすでに持っていたか。しまったならば雷獣山に行くのは電気の矢が足りなくなってからでいいってことだな。ならばリンク、俺は真珠のいる東の貯水庫で待機するぞ。準備ができたら東の貯水庫に来てくれ、任せろ。よし、協力して真珠に挑むぞ。でもせっかくその雷獣山だと行ってみたいな。待って、
ん、なんだ。いや、おはようございます。リンクさん、真珠のことで大変な時ですが、あなたにしか頼めないお願いがあるのです。あの山が雷獣山です。ライネルという赤い盾紙を持つ魔物が住み着いているそうです。あの山にいるライネルでも他の場所にいるものでも良いので、とにかくライネルの姿を私に見せてもらえませんか。了解。え、撮ってるよ。話が早くて助かります。というのも、雷獣山の先端に試しの岬と呼ばれる突き出た崖があるのですが、ここから東の貯水庫に飛び込む遊びを推奨するプラチナ輩がこのゾーラの里におりまして、そんなわけで雷獣山にいるままのライネルの姿を口伝すれば試しの岬には近づかなくなるだろうと思ったのです。それではリンクさん、手段を任せします。ライネルの姿お願いしますよ。持てないっけ。はい、リンクさん、ライネルの姿は俺どうぞ。おう、それでは早速。アルバムね、あるからね。ちっちゃ。ああ、変な声が。失礼しました。大丈夫です。これがライネル。なんとも恐ろしい。これを見たら雷獣山に行こうだなんて無謀な考えは起きませんね。ありがとうございます。この恐怖を外の若者に伝えていこうと思います。そうだ、お礼を。お、このゾーラの姿は大昔のゾーラ王が当時の職人に使われたのが広まったものです。東の貯水庫はハイレア人とゾーラ族が協力して建造した施設なのはご存知でしょうが、この東の貯水庫の完成後、有効な会社として誘う訪れるハイレア人用にと作り始めたのです。しかしここを訪れるハイレア人は年々減少し、ついに父の防御屋は閉店してしまいました。この防御屋が閉店するときに倉庫で眠っていた最後の一つが今お渡ししたものなのです。これを履けばハイリア人でも私たちゾーラ族のようにスイスイを受けるそうです。私が持っていても宝の持ち腐れですし、ハイリア人のあなたが使ってこそ役に立つはず。どうか大事に使ってくださいね。 OK。 で、これを先延ばし、そういうことではない。まあよくわからん。あ、ちゃんと足のとこヒレついてるね、これ。ライネルに会いに行ってみようかな。よっ。あ、確かに動き早い。この辺か。これ行こう。あれ、あんな登れるかな。スタミナ足りる？一応いろいろ持ってるけど。泳ぎが速い。泳ぎじゃない。流れが速い。進めてる？これ。やばいやばいやばい。まあね、滝だって別に無理しないでアイスメーカーで登ることもできるもんね。やべやべやべ。でも滝登りっていうのをやってみたいね。おおおお、そういう意味？めっちゃ楽やん。え、楽勝やん。そんなに一気に登ると思わなかった。
なんかいた？あ、入られます。やった、これで防具を強化できる。流れが強すぎんだこれ。よいしょ。総合行くとは思わなかった。登れる？あ、登ってる登ってる、全然登ってる。ガンガン行ってるわ。すげー。遅いことがまあこれなわけなんだけども、この日にライネルいるんだよね。あ、カブトここで拾いました。海の中にありました。ザゴニョはね、マスターソードはこいつにはもったいないな。おお強い。あ、モリグリマット。ポロ。いいね。さて、ライネルがどっかにいるはずなんだけど。この辺かな。無駄にね、あいつ結構いろいろ面白そうな武器持ってるからさ、取れるものなら取っておきたい。まあ勝てなくもないしね。度胸試しはほどほどに。なるほど、この先にいるんだな。じゃあ装備もちょっとガチなやつに。いるのか、どうなんだ。あ、いた。持ってる武器は、あー、片手剣かな。大したことねえや。じゃあせっかくだからマスターソードでいこう。よっしゃ。おっ、いくぜ。よいしょ。どうしたどうした。お、よいしょ。こっち行こう。いいね。いって。
と、受けれないね。よし。よし。あ、そう、それが。いてぃ。ほら。やべ、こう。落ちる。剣が、おい、お、よいしょ、来た、もらった。よしよしよし、まあ互角で通れるでしょうかね。よっしゃー、お、電気の家もありますね。これやね。よし、じゃあまあ強敵ライネルもね倒すことができましたので、今回ここまでにして、次回はいよいよ水の真珠バルッタとの戦いになるのかもしれません。頑張っていきたいと思います。はい、ではゼルダネスブレスオブザワイルド実況プレイのパート24、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見てくれな。